ごきげんよう。私たちは明治学園高等学校の田中です。阿部です。岡村です。畑野です。阿部です。大中です。私たちは課題研究という選択授業でムンスタープロジェクトというテーマで研究を行っています。まずはこちらをご覧ください。皆さんは世界で1年のうちに排出されるすべてのプラスチックごみの量がどれくらいか知っていますか？なんと毎年約3億トンものプラスチックごみが排出されており、その中の800万トンが海に流れ出ています。地球上で使用されるプラスチックの量はここ50年間で爆発的に増え、日本では1人当たりの排出量が世界2位で年間32キロにも上ります。日本のプラスチックごみのリサイクル率は 85.8% と世界から見たら進んではいますが、実際にはその 57.5% が廃棄物の処理の際に発生する熱をエネルギーとして回収するサーマルリサイクルという方法で行われています。これはつまり化石燃料を燃やし、二酸化炭素を排出しているということです。ますます深刻化する地球温暖化への対策も考えると、とても資源が有効かつ持続可能な方法で利用されているとは言えません。私たちはこの事実を知って非常に驚きましたが、同時にこの重大な事実は意外にも広くは知られていないことにも気づきました。そこで私たちはプラスチックごみ問題の解決策に取り組むとともに、学生の世界的な環境問題への意識を高める活動をすることにしました。そのために私たちはプラスチックごみをリサイクル利用した上靴を作ることを計画しました。そこで株式会社ムーンスター様に開発のご協力をお願いしたところ、ペットボトルをリサイクルした素材を用いて上靴を開発することは可能だということでした。より詳しくペットボトルについて調べてみると、現在ペットボトルは1年間で約245億本、1秒間にすると約740本も消費されているそうです。また海洋に流入するプラスチックごみの 33% がペットボトルだと推定されています。そのためペットボトルを回収するまたは減らすことで海洋に流入するプラスチックごみの3分の1を減らせることになります。よって今回はペットボトルを利用した上靴を開発することにしました。現在、私たちが学校で履いているバイオテフは、メッシュ加工されていることで通気性が良く、衝撃吸収素材のアブソレンが使われているため、足の負担が軽減されていて履き心地がいいです。表面にテフロン加工がしてあり、汚れにくくなってはいますが、毎日履くものなので、やはりすぐに汚れてしまいます。ベースが白ということもあり、汚れはこんなに目立ちます。そこで第1回目の試作品は、インソールとアウトソールを別々とし、インソールは洗濯機で丸洗いができるようにすること、アウトソールはプラスチックコーティングをして汚れを拭き取りやすくすることを優先しました。その結果、履いてみると足が痛くなり、靴の形や素材にもっと工夫が必要だと思いました。第1回目の試作品の結果を受けて、現在販売されている様々な上靴の試し履きをし、自分たちが作りたい上靴に合う素材、形の厳選を行い、現在はそれをもとにムーンスター様に相談させていただきながら、デザインを決定する段階です。試し履きでは、私たちの作りたい上靴に合う素材を見つけるために、メンバーそれぞれが6つの方の上靴を1週間に1足ずつ試し履きを行いました。ソールの弾力性など、私たちが上靴に求めることを項目に挙げた後、5点満点で点数化し、現在の学校指定の上靴であるバイオテフを113点として比較しました。試し履きの結果がこちらです。まずはスリッパ型の3つです。スリッパ型で共通していたことは、通気性が良く着脱しやすいということです。次はスリッポンです。スリッポンは着脱しやすいというメリットがありました。次はバレーシューズ型です。足の甲にあるゴムが靴下を巻き込み、上靴を履くときに手間がかかりました。次はマジックテープで調節するタイプです。着脱が面倒な上、他の方と比べて特別フィット感があるわけではありませんでした。最後にソックスシューズです。靴下に似た履き心地で軽く、靴の裏は滑りにくかったですが、
そこが薄く、痛みと疲れやすさを感じました。これらの結果を受けて、今回作成する上靴の素材は、スリッポンの大人の上履きとバイオ LT という2つに使われていて、履き心地の良かったベステックをベースに選び、現在履いているバイオテフに使われている衝撃吸収素材のアブソレンをかかと部分に選びました。そして、かかとの痛みを軽減するため、ストラップ型とし、ストラップ部分には通気性の良いメッシュ素材とスポンジを選びました。アッパーの素材はプラスチックコーティングの施し方も含めて、これから話し合って決めていく予定です。アッパーは汚れが目立たないようにするためにグレーか黒、アウトソールは床に色がつかないようにするために薄いグレーにします。また、ストラップの縫い付け部分は学年ごとに赤、青、緑にします。これからは上靴を完成させて生産、販売し、まずは明治学園内で試験的に上靴の販売活動を行いたいと思っています。現在、明治学園では中学生513名、高校生508名の計1021名が在籍しています。また、今回作る上靴は1足につき 500ml のペットボトル約1本分使用すると考えて、仮に生徒全員が1足ずつ購入したとすると、1021本分のペットボトルをリサイクルすることが可能になります。現段階では、ペットボトルをリサイクルしたものを利用することを想定していますが、将来的には海洋プラスチックごみなど、プラスチックごみ全般を利用することを目指しています。このプロジェクトが成功すると、SDGs の12番、作る責任、使う責任、13番、気候変動に具体的な対策を、14番、海の豊かさを守ろうの達成に近づくことができます。プラスチックごみ問題は世界規模の環境問題です。プラスチックは人類が生み出した画期的な素材で、様々な加工が容易に可能であるため、技術の発展に伴い大量に生産、消費されてきました。しかし、この便利で快適な生活は、すべての生物の共通の住処である地球の環境を破壊しながら行われています。作るものにも使うものにも持続的な社会を形成していくための環境に対する責任があります。私たちは上靴を完成させることで、プラスチック問題の解決に貢献するだけでなく、学生の環境問題への意識を高めるためにも、これからも努力し続けたいと思います。ご清聴ありがとうございました。